高校の頃は美術専門学校に行ってて、日本画を3年間専攻で勉強してました。幼稚園ぐらいの時からずっと絵は趣味で描いてきて、で中学までは独学で、大学選ぶ時に美大に進む か全然別のことを勉強するのかっていうのをすごい迷ったんですけど、高校で3年間もずっとこうデッサンとかやってきて、なんかそこから発展したことをやってみたいなっていうふうに思って、アニメーションとかもすごいやってみたいなっていう興味もあったし、動画とか作れたらいいなっていうのもあって、デジタルハリウッド大学に進みました。デジタルなんだけど、なんかこう温かみのあるアナログの良さっていうのも出せたらいいなっていうふうに思いながら、イラストと映像の組み合わさった不思議な世界観になるように制作しました。Thank you.
プリンとゼリーだったらどっちが好きですか？プリンですね。